文エイン大統領は22日午後2時、青瓦台で主席補佐官会議を主催する。この席で、再び日本向けメッセージを出すのか注目される。文大統領は、日本の半導体ディスプレイ革新素材に対する輸出規制を開始した去る4日以降、公開の場で4度メッセージを発信。特に、 二度の首席補佐官会議では全てを輸出規制に関する言及だった。来る23から24日、スイスジェノバで開かれる WTO 一貫理事会会議で、日韓政府が真っ向勝負を控える。文大統領は外交的解決の重要性を再び強調するものとみられる。